宿領禅宗の無門観第七足上州選抜より悟りについて軽率に尋ねる修行僧に対し、上州和尚は、朝のお粥は食べたかね？と質問します。はい、いただきました。と答える僧に、粥を食べたら鉢を洗うように。と説きました。作って、食べて、片付ける。当たり前のことを当たり前にやり続ける。ごちそうさまでした。ありがとうございます。という感謝やお礼の挨拶に理由はいりません。特別感や木をてらった目新しさは魅力的に移りがちで、当たり前なことはいつも軽んじられがち。でも、ウクライナ侵攻やパレスチナ問題のように、平和は当たり前ではなく、簡単に失われてしまうのです。私たちも、歴史や先達から学び続けなければなりません。